ほど大阪で撮影をしまして名古屋にやってまいりました。ということで、ジンジンさん実家にやってまいりましたのでピンポンしに行きます。割とこのジンジンの実家に来るのは4年5年前ぐらいが最後なので割とちょっと緊張してます。一人なので一旦ね、大阪でお土産を買ってまいりましたのでそれで和めばなと思います。はい、じゃあ行きます。そうだよね、T シャツ着て、ありがとう。いやお好み、あ、なんでたこ焼きやねん、たこ焼き。ずっとたこ焼きのことお好み焼き。何回よ、このお好み焼きに変えます。変えます、ごめんなさいね。そう、お邪魔します、いかがです。名古屋に来たの？名古屋に来ましたよ。いらっしゃい。いいですか、お邪魔します。久しぶりです。久しぶりですね。ちょっと私の健康サンダル履いてますね。そうです、いっぱい履いてください。あの大阪にさっき行ってたんです、のお土産です。あらまー、どうぞ。美味しい、はい、お菓子ありがとうございます。いただきます。好きなよ。そんなん開けんのはもうやらせたらいい。いい、焼いてねえ、気つかまんといて。じゃあ普段さ、じゃあさ、娘の風花にさ、いいよ、やります、やります。娘の風花にその気つかまんやろ。今日は風花と思ってきて、あ、じゃあ風花やったらそこで銀次入って、そう、あ、じゃあ銀次入って、そう、じゃあ焼いて早くみたいな。うわ、いつの思いっきり焼いて早くはない。じゃあもうやるでってやるけど、あ、やるでって、それ開けるんやったら入って、あ、なるほど。じゃあそういうものは、じゃあ田中がになって憑依したとして、あ、ちょ、ね、ちょ、あげて、ほな、これもう焼いてくな、ほん、これ、やり方、この、こんな、そんな喋り方の人いてない、あ、おらんかった、あ、いてない、なんとなく田中が喋り方かと思ったけど、あ、違う、ご飯食べた？まだ食べてなくて、ちょっともしよかったら晩ご飯、もちろん、いいですか？もちろん、もちろん、お願いします、こちら、一応もカレー作ります、作ったので、カレーですか？はい、あら嬉しい。フレンズカレー、イエーイ、これ唐揚げです。はい、すごい。どうですか、家に息子じゃなくて私が帰ってくるという。ああ、いや、いつでも娘と一緒。本当ですか、嬉しい。それは一人ですか、マジリさん、弟、うん、います。あ、います。じゃあ弟さんは後で挨拶させていただいて、せーの、ザーッと、こぼすで、こぼす、はい、好きな具。え、ほんなら、うちは。ごめん、お持ち嫌いやけど、お持ち用意しちゃった。嬉しい、人事の嫌いなもの分かってくれてるけど。嬉しい、え、ほんなら。好きなもの、好きなもの、え、最高。はい、いけるな、みんな大好きやし、4つ。元気やった、あんたら。元気やったよ、あんたは。あんたは見てるわ。そうだ、あの、ヨルムちゃん。ヨルム。ヨルム、会いたい、ヨルム会いたい。あの、猫ちゃんね。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、どうしよう、どうしよう、かわいすぎる。かわいい、はじめまして、まだ赤ちゃんです。ちょっと触ってもいいですか。いいですよ。ゆーちゃん、はじめまして、ガガです。超美人、かわいい、かわいいよね。だから、おでん食べ時は冷めてんじゃん。え、あ、確かに。食べないかもしれへんけど。いい。ありがとう。え、食べて、みんな。食べよう。あ、入れてる。入れろよ。これ汁もらおうじゃ。いただきまーい。では、お手。え、待って、みんなは。え、じゃ気使わんで。え、これ、まずあくまでもある程度だから。やめて。ない程度やって。食べて、みんな。食べるよ、普通に。食べて。後で食べるよ。今。見てるよ。見守っとくから。じゃ入れて食べるやん。今食べてよ。たこ焼きのお皿しか持ってきてないね。カメラも関係ないね。じゃあ分かってんねん。どうでもいいの、カメラ。じゃあどうでもいいの。うーんだ、食べたいタイミングで食べさせてくれへんの。あ、マジかな。あ、我慢してはないってこと。我慢してはない。あ、じゃあジンが今強制的に食べさせてるって感じかな。あ、じゃあごめん、ごめん。分かってる、分かってる。かわいい。あー、はじめまして。あの、じゅんぺいくん。そうです、じゅんぺい。あら、じゅんぺいくん、あの、じんじんの一番上の弟ですよね。そうです。あ、ありがとうございます。あら、すごい好青年。え、じゅんぺいくん、おいくつですか今。まあ、22です。あ、22、はい、あ、22や。あ、じゃあ私の弟と一緒かも、同い年か。すごい、初めて会えた、嬉しい。お邪魔してます、すみません。じゅんぺいくんもやっぱちょっとじんじんに似てるわ。みんなお顔はやっぱ似てますね。そうですね、うん、
田中がいつもさ、東京から来たらさ、何しとるの実家で。ゆっくり捨てる暇もなく、うん、友達のとこ会いに行って、あ夜帰ってきて、風呂入って、寝て、朝起きて、めっちゃ急いで、準備して、タクシー乗って帰る。ジンジンってお家がジンジン家にしかおらん。あの人はマジでじっとしてない。なるほどね。ほんまにさ、そう思うの。そう、ほんまにしてない。ジンジン下手くそなんだな。焦げついちゃってる。いや、むずい。あったこと一個油少なかったかもしれない。油少ないんちゃう。油少なかったかも。ちょっと1回目これ取って、1回やろうか。あ、これが噂のほうれん草カレー、ありがとうございます。どうぞ。じゃーん、マジンさん特製の。いやいや適当ね。いやいやいや、これジンジンがずっとね、美味しいってずっと言ってましたから。唐揚げ、唐揚げと、じゃーん。じゃあ、いただきます。どうぞ。振ってるだけで美味しいです。うん、うん、美味しい。よかった。唐揚げいただきます。どうぞ。もう冷たかな、うん、大丈夫、うんうん、いつもジンジンチャンネルで見てるんで、一緒に唐揚げたあの作ったりとかね、唐揚げ食べてるの。私まだ早く唐揚げ作って作ってって毎回見るたびに唐揚げ作らされてるイメージあります。いただきます。どうぞ。夏季の変化とたこ焼きていうか、今いけてきてるやんか。えイエーイ。おいしい。あ、うまっ。あ、やったよかった。めっちゃ美味しい。なあ、なんとか食べれる形にはなりそうな。え、これ大丈夫っていうやつからここまで丸くなりました。お母さんありがとう。ちょ、こんなんたこ焼きじゃん。え、ちょっと思ったのとちょっとって思った。でも1回目、1ラウンド目はあるあるらしいで、ほんま。よりちゃん、よりちゃん、あ、来た、来た、来た。ぴょん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 。あっ、治った。すごい。おお、運動神経いいね君。甘噛み時期やね今な。あ、かわいいな。あ、すごい。かわいい。わお。この間。かわいい、なにこれ。ヨルムちゃんって。ピケットだね。YouTube で手作り作るやつですか。私も考えて、とりあえず。うん。でもすごいあれ。すごい。一周目でなんとか、あれから、これになりました。ありがとう、ママ。頑張った。なあ、いける？いけるよ。やったー！ありがとう！食べたい。うん。えっと。あった方が絶対美味しい。やんな。あの、横の人に開けさせてもらって。やって。戦いの真似やんの？やってとか言うやん。やってもいい、無言やん。あ、取ってくれることなんかないな。ないな。え、そうなの？ないな。俺見てみや、画面越しに余計なこと言うな、私のこと。思ってんちゃーん。ちょ、マジにジンジンいらんこと言わんといてな。お互いの、お互いの親が自分のいらんことを言うんじゃないか。いやいや、してんちゃん。ごちそうさまでした。いいえ。お風呂もお借りしてもいいですか。うん。そう、え、どうしよう、私人のお家のお風呂を借りるの小学生ぶりとかかもしれないです。あ、じゃじゃーん、かわいい。食いかけのおでんです。いただきます。あの上司みたいに食べや食べや言って。うん、ほっくほく、うまっ。いける、うまうまうま。あ、よかったよかった。うまい、くそくそ。うん、うちの子落とすのやめてもらっていいですか。あ、そうやそうや、パジャマ借りてもいいですか。パジャマなんかあります。パジャマ、パジャマあります。なんでなんかすいません、パジャマ持ってくるの忘れ。なんでもいいです。セクシーなパジャマ大丈夫。セクシーなパジャマ、そうですね、セクシーなパジャマでもまあなんでも全然。それなんですか、それだけは本当に何ですか。これよかったらどうぞ。よかったらどうぞ。ちょっとこれはハードルが高すぎます。バシリさん、逆にバシリさんこれで寝てます。はい、あ、寝てる。セクシーすぎる。さすがにフィリピンの血が騒ぎすぎです。さすがにちょっと、これはハードル高いです。これ私にはこれジンジンの実家でこのパジャマで私寝てたらやばいですよ。と今日はこちらにしときます。お風呂の様子は映せないのでお風呂入ってきます。待って、 F 見てみや、2回目の見ていくよ、せーの、ほい。もうやばい。さっきの1回目何やったん。ほんまに
と今ここまで終わりました。これちょっと私いただきます。イエーイ。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ありがとう。イエーイ。風呂行っていい？いいよ、ちょっと、え、でこの後はお風呂に入らせていただき、ただくと思います。あとで神社サービスショットを皆さんお届けしようかなって感じで、それまではこのふかふかなソファーで、お人様のソファーをごめんなさい。そう言って、え、もしこれさ、後日ひびとか入っとったら言って、 OK 請求して OKOK、ね、新しいソファー買ってるで、うん、ありがとう。ということで、バイバイ。はい、お風呂上がりました。スキンケアを借りたいと思います。すごい。スキンケアをお借りしてもいいですか？はい、いいです。どれがいいかな、おすすめを。何でもいいです。このパッドはこれ顔に、うん、あのパックみたいなってことですか？あ、ではないね。あ、普通にこう拭いて。そうそうそう。あ、なんか田中のお母さんが最後の最後まで、え、絶対腹いっぱいなってないやんでずっと気遣ってくれてんねんか。でもな、冷静に考えて18個ぐらいとおでんも食べてんで、食べさせてもらって。卵焼き18個は普通やって、うん、普通じゃん。でも1個1個大きかったで。そんな気遣わんといて、うちらの中じゃん。使ってない、全く使ってない。田中家と佐藤家はそんなんじゃないから。そんなんやねん。あんたの息子同然やねん。自分の長男になったんじゃなかった。せやで、だから長男、次男、次男とかね、みんなにジンジンがなんかあれやんな、お小遣いあげるとか話しようってやんな。じゃあこのあんたらに後でお小遣いあげるから、風呂いい？あ、いいよ。え、嬉しい、ほんま。熱々のお風呂に。熱いかな。私が入ったらなんか豚骨ラーメンのなんかデジルでもなんかね、ほんま、何言ってんねん、ほんまにさ、すいません。ジンジンがデジルやるから、それであんた豚骨ラーメン食べなさいよ、その汁で。食べろ、え、食べなさいよ、本当に。あ、パックですか？お借りしてもいいですか、じゃあ。え、あります？もらってもいいですか？オッケー。うわ、冷た。すごい。今夏からね。ね、暑いから。ってなるぐらい冷たい。お借りします。いい、ありがとう。わかる。待って、アマグロちゃん、やったー、ありがとう。ほんまに贅沢なんこれ。ちょ、おっぱ、近く見えた。最悪。あ、あ、すごいすごいすごい。はい。大事なとこ見えてないやんの。ちょっと見えてるな。え、マジで。ねえ、びっくりした。誰得誰得って言ってたら、まさかの需要ありました。風呂上がったんですけれども、風呂上がり早々に、かわいいでしょ。かわいいね、千と千尋のお風呂屋さんのね、あののれんがあって、ちょっと立ってやって言われて。何よこれ、かわいい、かわいい、かわいいって話。千と千尋の神隠しのなんかのキャラクターに似てるんかな。そうそうそう。で、どれ？ものによっては。じゃあね、多分そう。手がこう出るよ。あの、だから、大根の神様。あんな？大根の神様だ。田中がもちんじんいじんねん、それ。うわ、やっぱなんか同じチアは、やっぱり。アイス食べますか？え、食べたいです。うん。いいんですか？いいです。もらいます。どれがいい？え、何個かあります？あ、すごい、いっぱい。これはさつまいもの。これ美味しいよ。へぇ。さつまいもの。さつまいもパルム。これ美味しい。うん、これいいですか？うん。やった、うん、だったら、うん、じゃあこのさつまいも味のパルムいただきます。アイスとかある？アイスある。うっぜー。あるアイス食べた。髪乾かしてから食べる。髪乾かしてから食べる。アイス食べます。ありがとう。厚かもしい。確かにベニムタルト美味しいですよね、うん、いただきます。どうぞ。すごい、めっちゃちゃんと実家感がある。うん、美味しい。さつまいもや。そうね、そう、本当にさつまいもの、ね、これすごい。うん、ジは昔ゲームに向かってました。なあ、昔ね、うん、当時は勉強が好きだよね、昔。あ、勉強、うん、ゲームするっていうより勉強してました。うん、でもともと大学行きたくて、イングリッシュティーチャーになりたいって言ってた。え、何？
小学校の先生になりたいって聞いたことがある、うん、ある気がします、うん、あと幼稚園やったかな、うん、で飼育員になりたいって話も聞きました、うん、動物のああそれもあるねゴリラやったかななんかのであはい開けてください目いきますせーのびっくりした待って最高もう信頼度やばい葬式行くねそれぐらいまで長く付き合おう葬式ってさピースやんのそれぐらい長く付き合いましょうって言って違う長く付き合いお付き合いもう確か幼稚園の工事はどんな感じでしたかそのちっちゃい時小学校より前の時は幼稚園は別に全然いい子だよ。うん。純平くんから見てお兄ちゃんどうですか。工事ですか。工事です。まあ、もう画面の中の人。あ、弟でもやっぱそうなんや。はい。うん。普段どんな感じですか。家帰ってきたら。とりあえずベッドで寝てる。いいお兄ちゃんですか。いいお兄ちゃんです。あ、いいね。やっぱ兄弟仲いいですよね、みんな。うん、ね。おいしい。ホワイトチョコ好き。大好き。どっかの国の王様みたいな。ちょっと頑張ってんそれ。どっかの国の王様みたいやねんけど。何着ても似合うよな。何今の。変ですよね、私がここにいてこんなパックしてるっていう、ね、全然初めてですからね、だってね、うん、ごちそうさまでしたじゃあお風呂、あ、お風呂、何回入んねん、お風呂、あ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 、布団入ろうと歯磨きしていい寝なさいしね、お母さん嬉しい、なんか寝なさいって言われるの。ちょっと布団さ、ゴロンしていい？歯磨き勝手にして。歯磨きしよう。歯磨き。なんかほんまの実家みたいに嬉しい。マジニーさんは何歳の時に日本に来たんですか？22。22からずっとこっちですか？ずっと日本。うん。ずっと、ほんで、あと、父さんと結婚さ、28歳。ああ、うん、で工事が生まれってことですよね。うん、工事が生まれて。アレルギーない？何でも合う。あ、肌ですか？でも基本何でも。何でもいい。すっごい大きいライン。ごめん。大丈夫です。しかもこのラインっていう通知を2年ぶりぐらいで聞きました。2年はね。これでしょ。4年ぶりぐらいでした。それライン聞いたの。うん、あ、いい、後でいいや。いいよ、あ、いい。言ってほしい。歯磨き布団取ってるやから、可愛いわ。ずっとついて回ってない。誰も、誰も見たないやつ。伏せてもらってね。ちょっと、本日泊まらせていただくということで。いいよ。すみません。どうぞ。すごい、ピンクで可愛くて。これ、バシリさんのベッドですか？はい、そうです。いいんですか？私、ここで寝て。はい、いいですよ。大丈夫、大丈夫。ありがとうございます。はい、今日は本当にね、私一日大阪にいまして割と疲れがドッときておりますので、そんな時に申し訳ないんですけれども、ジンジンさんの実家で、爆睡させていただきます。これって電気消えますか？あ、 OK です。今日私はじゃあ寝かせていただきます。すごい。はい、ということで失礼します。よっしゃ、こうすごいふかふか。すいません、じゃあお先に失礼します。おやすみなさい。食長、すっごい寝心地のいいベッドで申し訳ないなという気持ちなんですけれども、マジニーさんが特等席譲ってくださいまして、ベッドで寝させていただくことになりました。今日は疲労がねやばいので、ほんまに今の時点ですぐ寝れそうな感じがしてますので、それでは寝させていただきます。おやすみなさい。じゃあ田中がのお姉ちゃんの特権で銀次、はい、え、電気消してくれへん？もう消していい？いいよ、消して、ありがとうということで、ありがとう銀次ということで、最後最後まで田中がのお姉ちゃんの特権を利用して電気消してもらいました。おやすみなさい。素敵な夜を。 Have a nice day. Have a nice day.
Have a nice night. Bye.